つ目小僧。江戸は四ツ谷に喜右衛門という者が住んでいて、うずらの行商をしていた。ある日、麻布のとある古びた武家屋敷の前を通りかかると、屋敷から人が出てきてうずらを求めた。代金を受け取る間、喜右衛門は一室に通された。するといつの間にか一人の子供が入ってきた。床の間の掛け軸をくるくる巻き上げ、巻き上げたかと思うとばらりと落とす。それを何度も繰り返した。これ坊や、いたずらもほどほどにするものじゃよ。すると子供は、黙っていいよ。その後もこの屋敷ではたびたび一つ目小僧が現れ、見つけられると黙っていいよと言って消えてしまったという。